大島育を5月4日隊は、日本の声楽家、音楽教育者、講演監督。妻も声楽家の大島陽子。1974年東邦学園大学卒業。1974年から1976年に機械オペラ、研修所。1976年文化庁オペラ研修所、終了。萩谷治、伊藤武雄に指示。 1979年から1980年文化庁、派遣芸術家在外研修院として、ミラノ、ミュンヘイへ留学。デビューは在学中の1973年長と、ミホカ劇団公演、ドボルザーク、ルサルカモリバン。1976年から日機械会員となり、同年ワーグナー、タンホイザービーテロルフで二機械オペラに、正式デビュー。その後、 二機会を代表するバリトン歌手として二機会を主に次々とオペラに出演。1985年にはベルク・ボチェックタイトルロールで一躍評価を高めた。1997年、新国立劇場会場記念、ワーグナー・ローエングリン・テルムラント役では演出家、ボルフガング・ワーグナーより最大級の賛辞を贈られた。 以後は新国立劇場と2機会のオペラに多数出演。歌手として、デビューからの出演回数は100回以上に及ぶ。2011年に機会創立60周年、記念公演、プッチーニ、トゥーランドット以降は、公演監督を務めている。財団法人、伊藤国際教育交流財団評議員、NHK 東京児童合唱団運営委員、全日本学生音楽コンクール審査員、 日本音楽コンクール審査員、静岡県学生音楽コンクール特別審査員、東京音楽コンクール審査員を歴任。その他各種合唱コンクール審査多数、元東方学園大学大学院教授研究課長。2020年10月9日、現在、東方学園大学特任教授、二機会幹事。2020年8月現在、二機会オペラ研修所、運営委員。 更新の教育活動にも注力しており、文科生には、清水哲太郎、河野智久、鳥居か沢原幸政、岩田武神谷優香、サニー、辰美里恵岩鶴優太、中川美和、藤井直美、森永美穂、松島里沙田上優子、稲葉匠、加藤咲、門倉幸太郎、大橋学梶田真美、福島千尋、菅谷君弘、 あゆさわゆかり、大井翔子、あだちけんすけ、高木あさ子、深瀬れん、木村ゆか、中野よしあぎ、安倍直、なお、坂本高照、後藤ひろみ、小沢えり子、小村千穂、勝木健、細川恵美子、小松千春、加藤なだお、庭和子、松藤ゆめじ、ともきよひろみ、内山たける、葉山て増田ゆか、十文字愛子、森永美穂、山本健太郎、 小林園などがいる。ABCD 大島育夫。日本人オペラ名館。2020年3月22日閲覧。大島育夫先生国記を祝う会。高太郎。2020年3月22日閲覧。ABCDEF 教員プロフィール。東方学園音楽部門。2020年3月22日閲覧。ABC イコールファインドパフォーマンスインフォーメーション大島イクを、昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月22日閲覧。東方学園音楽部門での公式ホームページでは、デビューは1975年、ラベル、スペインの時、ラミーロとなっているが、昭和音楽大学オペラ情報センターの記録は1973年から存在している。AB、大島イク 声楽、東方学園音楽部門。2020年3月22日閲覧。昭和音楽大学オペラ情報センターの記録では1974年に機械オペラ、公演、ベルディ、マクベス第一の幽霊での出演歴がある。公益財団法人東京に機械について東京に機械。www.nykikai.net 2020年11月15日閲覧。2機会オペラ研修所のご案内。公益財団法人東京2機会。2020年3月22日閲覧。東京音楽コンクール入賞者。東京文化会館。2020年3月22日閲覧。オペラ研修所研修生。第7期生。新国立劇場。2020年3月22日閲覧。 演奏者プロフィール、マット音楽教室、2020年3月22日閲覧、沢原幸さ、日本声楽家協会、2020年3月22日閲覧、講師、ジラソレミュージックアカデミー、2020年3月22日閲覧、きらめく星のコンサート、横浜美しが丘地域ケアプラザ、2020年3月22日閲覧、 サニー、MDP、2020年3月22日閲覧。プロフィール、辰ツ割ワリ2020年3月22日閲覧。ボーカル、声楽、プルメリアミュージックスクール、2020年3月22日閲覧。プロフィール、中川美和、2020年3月22日閲覧。AB、出演者プロフィール。 東京芸術大学ダイバーシティ推進室。2020年3月22日閲つらん。アバウト。松島理沙。2020年3月22日閲つらん。ソプラノタウエユーコサロンコンサート。2020年3月22日閲つらん。8月20日。夏の終わりのコンサート洋館は。ビーンのカフェ。静岡エヴァ女学院。2020年3月22日閲つらん。 静岡の名手たちによるコンサート。静岡市青井生涯学習センター。2020年3月22日へ閲覧。高東区音楽家協会、高太郎門倉、HTML、門倉高太郎バリトン。高東区音楽家協会。2020年3月22日へ閲覧。大橋学び、ソップラノ及川音楽事務所。 2020年3月22日閲覧。かじたまみかじたまみ声楽家オペラ歌手ソプラノ。ホトグラ。2020年3月22日閲覧。ソプラノ福島千尋。チーラシング。2020年3月22日閲覧。スタッフ紹介。アンサンブルレーヌ。2020年3月22日閲覧。第2回横浜オペラ。横浜の文化を愛する会。 2020年3月22日閲覧。ボイストレーニング。ラーニングパートナーズ。2020年3月22日閲覧。NCC1701。あだち HTML ジーンズキャリア。あだち介、ン2020年3月22日閲覧。講師の紹介。マハコピアノスクール。2020年3月22日閲覧。ベートーベンミサソレニムス。 群馬交響楽団。2020年3月22日閲覧。about.kimurayuka.com。2020年3月22日閲覧。ロビーコンサートのつともか中野義明。ラブリーホール。2020年3月22日閲覧。フレッシュコンサート2019ブラームス。歌曲とビオラの魅力。日本ブラームス協会。 2020年3月22日閲覧。プロフィール、バイオグラフィー。teruccio.com。2020年3月22日閲覧。フィガロの結婚キャスト。大分県立芸術文化短期大学。2020年3月22日閲覧。音楽アンサンブルの喜び。トイロ2020年3月22日閲覧。オペラを身近に通。 早稲田大学。2020年3月22日閲覧。ら指揮法教室。ソラーレ。2020年3月22日閲覧。らん。原みちこソプラノリサイタル。メクスト音楽実験劇場。2020年3月22日閲覧。指揮者等。混成合唱団リンリーズ。2020年3月22日閲覧。第78回 NHK 全国。 学校音楽コンクール賞中高等学校課題曲講習会参加のご案内 NHK 広島放送局2020年3月22日閲覧ピアノプレーエルの小さなコンサートメナード美術館2020年3月22日閲覧夢児松藤ピープルピル2020年3月22日閲覧 WAM モーツァルトの世界東方学園大学、加藤咲ソプラノ、友ひろみ、ソプラノ、萩原萌子、ピアノ、フリータイム、2020年3月22日閲覧、時代を紡ぐ心の歌、福島市文化会館、2020年3月22日閲覧、メンバープロフィール、東京オペラプロデュース、2020年3月22日閲覧、ボーカルレッスン、 スタジオレキア2020年3月22日閲覧講師レッスンレンアカデミー2020年3月22日閲覧美しい季節にフェリス女学院大学音楽学部同窓会 F グループ2020年3月22日閲覧音楽会医療法人医の病院2020年3月22日閲覧 2015年上半期の活動音楽ネットワーク園2020年3月22日閲覧ありがとうございます